XP ペンはペンタブレット、液晶タブレットなどを開発、販売を行う企業。中国のハンボンウゲけグループの子会社である。ブランド名の X はインフィニット、P はポッシビリティ、ペンはデジタルペンで無限な可能性を秘めたデジタルペンという意味である。2005年、XP ペンは日本に創立し、グラフィックタブレットの研究開発への取り組みを開始。 日本においては、発足当初は、PE アクティブ株式会社が開発、画材大手のデリーターが販売及びサポートを担当する形式だった。日本国内のペンタブレットのシェアとしては、2006年時点で、ワコムに次ぐに2位となる2.6%のシェアを持ち、ワコム以外としては、古くからあるメーカーである。2010年代前半頃までは、デリーターのブランドを冠した、 ディリーター XP ペンとして販売されており、OEM 版のデリッペンの名称でも、同社の開発する CG ソフトであるコミックワークス及びクギロストの体験版とのバンドル販売も行っていた。2000年代後半における漫画制作ソフトとして、セルシスのコミックストディオと並ぶ指示があったコミックワークスの推奨タブレットであった。2006年、当時の台湾においては、 日本で開発されたということを売りにして、ディリーター CG イラストやピカシアなどの日本のイラストソフトをバンドルして、台湾の同人司会にアピールしていた。なお、実際は、日本 P アクティブ社の親会社である、台湾ユトロンが開発及び生産を担当していた。2008年、台湾支社を設立。2010年頃までは、台湾、日本、韓国、インドネシア、香港、 などの極東アジア圏でのみ販売されていたが、2013年にカリフォルニアに北米支社を設立し、北米及びヨーロッパ市場に進出。2015年前後、中国の同業の運営の参加となり、台湾ユトロンの参加から離れた。なお2015年に公式サイトの文字が台湾反対時から反対時に変わっている。同年、新鮮事務所を設立して、 中国市場にも進出し、ブランドを一新し、新たなロゴを定める。2016年よりウゲが中国本土向けのサブブランド、XP ペンが中国国外向けのサブブランドと位置づけられるようになったが、2019年に XP ペンの親会社であるウゲが同業の半本ンンと合併したため、現在の XP ペンは半本ウゲグループのサブブランドとなっている。 2017年には日本連絡事務所を立ち上げ、日本市場に本格進出した。日本では Amazon.co.jp や楽天、自社 EC サイトなどのオンラインチャネルで販売を行っている。2019年の6月、XP ペンの開発はカリフォルニア支社で行われていたとのことだが、 三社の統合に伴って製品のラインも統一されており、半ン・ンウゲイグループのサブブランドとして、ウゲイブランドと XP ペンブランドが存続しているものの、名前とロゴが違うだけで同一の製品となっている。2020年、XP ペンがペンタブレット業界では日本国内2位のシェアを占める。半ン・ウゲイは、 EMR 電磁誘導式圧力分布、センサー、アクティブスタイラス、ドットマトリックス、Bluetooth 無線通信など、中国国内で申請された特許技術を用いて、ペンタブレット、液晶タブレット、スタイラスペンとスマートパッドを開発したサブブランドとして、XP ペンは下記の製品を販売している。アーチスト15.6プロ液晶タブレットデコプロ。 シリーズペンタブレットデコシリーズペンタブレットスターシリーズペンタブレットアーティストシリーズ液晶タブレットイノベーターシリーズ液晶タブレット XP ペンは Windows 10, 8, 7 Mac OS 10.10 10以降 Ubuntu, c e n t o s Arch, Mint, Red Hat, Debian, Manjaro, Elementary など6 4ビットのベータ版ドライバーをサポートありがとうございます